いいか。いやーよかった、真帆ちゃん。一時期はまたホストにこっそり行ったりしてよ。危なかったもんな。つい出来心で。まったく懲りないんだから。にしても銀行員か、すげえじゃねえか。地元の大手地銀だって？うん、一般職。親のコネもあったんだけどね。うちの両親その銀行の超お得意様だから。ねえ真帆、接客もするんだよね。気をつけてね。変な男に気に入られたりしないように。あんた勘違いさせるところあるから。いつだっけ、コンビニでバイトしてた時、おかしなストーカーにつきまとわれてたじゃない。ああ、そんなこともあったっけ。今度おかしな男が来たら私に言いなさい。まさか何かあったら地元まで押しかけてくる気？必要ならね。もうやめてよ、恥ずかしい。お姉ちゃんは過保護なんだよ。私も社会人になるんだからさ、いい加減妹離れしてよ。ホストで借金作るような子だからね。心配するなっていう方が無理だよ。ほらこないだだって怪しいセミナーに入りそうになってたでしょ。感銘を受けたとか言って。あれは気の迷いというか。ま、真帆ちゃんみたいないい女は脇が甘いと危ねえってことだ。そこはお姉ちゃんを見習いな。カイトさんありがとう。けどそれってお姉ちゃんもいい女だって意味だよね。それはその…あ、やば、お父さんたち待たせてるの忘れてた。斉藤さんに挨拶しろって言ったのに外で待ってるって聞かないんだもん。失礼だよね。ああ、マサハルさんごめんね。いや俺こそ、ご両親に気使わせちまったみてえだな。大丈夫、斉藤さんとお姉ちゃんのことは私からも説得しておくから。斉藤さんマジいい人だってさ。なんてったって私は二人の出会いのきっかけを作った愛のキューピッドでしょ。だからこの真帆ちゃんに任せてよ。頼りにしてるぜ。さすがにいないか、母ちゃん。そうだな、見かけたことがないか分かりそうなやつに聞き込みでもしてみるか。くらい前だよ、覚えてないか。常連なんだろ。いや、ずっと勉強してるし、いちいち他のお客なんて見てないよ。いや、そこをなんとかさ、記憶の片隅とかに残ってたりしないか。そう言われてもな。
日くらい前だよ。覚えてないか？常連なんだろ？いや、ずっと勉強してるし、いちいち他のお客なんて見てないよ。いや、そこをなんとかさ、記憶の片隅とかに残ってたりしないか？そう言われてもな。だよ、昼寝中か？おい、ちょっといいか？マジで起きねえぞこいつ。なんとかして起こせねえかな。1万円あったのに、もしかして落とした？やばい、このままじゃ支払えないぞ。いや、落ち着け。多分だけど店内のどこかには落ちてるはずだ。店員さんにお金がないことがバレないように、自然な態度で探すんだ。こりゃあ、起きろ！起きろ！もう食えないよ、キムさん。ダメか。揺さぶっても起きねえくらいだ。もっとでかい音でも出さないと起きそうにねえな。何か聞こえる。
なあ、これもしかして兄ちゃんのか？それはもしかして僕が落とした諭吉さん拾ってくれたんですね。うん、困ってる声が聞こえたからよ、探し物のついでにな。助かりました、ありがとうございます。このままじゃ支払えないって困ってたんですよ。こうなれば店員さんが嫌がるまで土下座してタダにしてもらうしかないと思ってたところです。さて、そんじゃ俺は他に用があるからよ、またな。あ、待ってください、お礼にこれをどうぞ。お、いいのか？ええ、感謝の気持ちですので受け取ってください。なあ、控え室で寝てるのって店長だよな。ああ、そうっすね、一度寝ると起きないんすよ、あの人。ひっぱたいてもダメです。そうか、証言聞きたいんだが、なんとか起こせねえかな。どうっすかね、いつもはあれを使うと起きるんですけど。あれ？あれってなんだよ。あれですよ、あれ。名前が出てこない。筒状の傘みたいな形のか、かく、おい、注文まだか？もう3分も待ってるぞ。は、はい、すぐにお持ちします。とにかくあれです、あれを使ってください。耳のあれをあれして、あれを使えばあれはあれだからちゃんと起きますし、あれの方はあれの周りをよく探せばあれが転がってるはずなんで。あれってなんだよ。なあ、控え室で寝てるのって店長だよな。ああ、そうっすね、一度寝ると起きないんすよ、あの人。引っ張っていてもダメです。そうか、証言聞きたいんだが、なんとか起こせねえかな。どうっすかね、いつもはあれを使うと起きるんですけど。あれ？あれってなんだよ。あれですよ、あれ。名前が出てこない。筒状の傘みたいな形のか、かく、おい、注文まだか？もう3分も待ってるぞ。は、はい、すぐにお持ちします。とにかくあれです、あれを使ってください。耳のあれをあれして、あれを使えばあれはあれだからちゃんと起きますし、あれの方はあれの周りをよく探せばあれが転がってるはずなんで。あれってなんだよ。なあ、控え室で寝てるのって店長だよな。ああ、そうっすね、一度寝ると起きないんすよ、あの人。引っ張っていてもダメです。そうか、証言聞きたいんだが、なんとか起こせねえかな。どうっすかね、いつもはあれを使うと起きるんですけど。あれ？
あれってなんだよ。あれですよ、あれ。名前が出てこない。筒状の傘みたいな形の角はあ、おい注文まだか。もう3分も待ってるぞ。はい、すぐにお持ちします。とにかくあれです、あれを使ってください。耳のあれをあれして、あれを使えばあれはあれだからちゃんと置きますし、あれの方はあれの周りをよく探せばあれが転がってるはずなんで。あれってなんだよ。なあ、光…ああ、そう…すん…あれ…あれで…はあ、はい、はい、とにかく、あれの…あれ…なあ…ああ、そう…すん…あれ…あ、はあ、とに…あれの…あ…
な。ああ、そう。すげえ。あれ？あれですよ、あれ。はあ？おい！はい！すぐ。とにかくあれの方は。あれ？なあ、すげえ。あれ？あれですよ、あれ。はあ？おい！はい！すぐにお持ちします。とにかくあれです。あれの方は。これか？お？起きろ！あれ、あなたは？おはよう。ちょっと聞きたいことがあってな。はあ、何でしょう。俺は八神探偵事務所の海藤ってもんだ。ちょっと人を探していてな。人を？この女性客で来てなかったか。行方不明らしいんだが、昔よくこの店に通ってた人なんだ。ん？この人を見たのか？見たというか、昔の常連さんでね、確かミキコさん。おお、そうだ、覚えてたのか。ええ、彼女には何度か助けてもらいましたから。ほら、この町は柄の悪い輩が多いでしょ。そういう連中に絡まれた時は彼女がつかつかとやってきて追い払ってくれたんです。そういえばそんなこともあってな。あ、そうか、あなたあの人のたまに一緒に来てましたよね。ほら、いつも窓際の席に座って。消せって言ってんだよ。なんだ。消せよ。吸うなら外で吸えよ。赤ちゃんいいんだろ。てめえの目は節穴か。うっせえガキだな。しばらくぞ。離せやから。おい、このクソガキぶっ殺せ。たく。
おい、俺はその子の保護者でな、文句があるなら聞いてやるから表に出ろ。兄貴、このアホやっちまいましょうよ。おう、新垣兄弟の恐ろしさ思い知らせてやるぜ。下のチンピラが二度と来るな。ジュン、人助けは関心だが相手は見ろ。この町は荒っぽい連中が多いからな。ああ、分かったよ。ところで、お前さっきチンピラの腕締め上げてたろ。あれって。ああ、母ちゃんから昔教わった護身術だ。そうか、ミキコから。いろいろと教えてもらったんだ。母ちゃん趣味で護身術とかキックボクシングとかいろいろやってたから。そういえばミキコ言ってたな。昔親がいないとか言われてよくいじめられてた真帆ちゃんを守るために道場に通ったって。カイトのおっさん、やっぱ喧嘩強えんだな。ドンドンって、おっさんのパンチまるで狂気だぜ。あれどうやるんだ、教えてくれよ。ダメだ、喧嘩なんか好き好んでするもんじゃねえ。護身術で十分だろ。チャ、ケチだな。あの、どうもありがとうございます。あのお客はいつもトラブルを起こしていて困ってたんです。おう、気にすんな。ところで、さっきの話なんですけど。ああ、話の途中だったな。店長、ミキコのことで何か心当たりが？ええ、あれは確か10日くらい前のことだったと思います。女性が一人で来店されて、窓際の席に座ってコーヒーを飲んでいたんです。どこかで見覚えがあるなと思って、ただあの時は思い出せなくて。でもさっき写真を見せてもらって分かったんです。ミキコさんに似ていたなって。なんだって？ええ、人違いかもしれませんよ。サングラスかけてましたし。そうか。店長、他になんかミキコのことで知らねえか？うん、そうですね。そういえば昔ミキコさん、友達と一緒によくカフェに来てましたよね。その人に聞いたら何かわかるんじゃないですかね。確かキャバクラで働いている友達だったと思いますけど。あ、もしかしてももこちゃんか？そうそう、ももこちゃん。あの人、何年か前にうちに来てくれたことがありましてね。チャンピオン街でスナックやってるって言ってましたよ。スナックももこだろ。昔はたまに顔出してたわ。よし、そんじゃ次はそこで聞き込みだな。店長、情報提供ありがとな。いえいえ、こちらこそ。今日は助かりました。
そっちだな。そういえば、カイトーのおっさん、気になってたんだけどさ、ヤクザってどうやってなるんだ？なんだって？だから、ヤクザのなり方だよ。おっさんなら知ってんだろ。映画で見たんだけどさ、ヤクザになるには組長と杯を交わさないとなんだよな。お前、まさかヤクザになりたいのか？なんだよ、悪いかよ。当たり前だろ。ヤクザなんかなりたくてなるもんじゃねえ。でも俺はなりたいんだ。なぜ？なぜって。いいか、ヤクザになったらな、銀行口座も作れねえし、部屋借りるのも大変だ。今のヤクザは法でがんじがらめで、しのぎだってままならねえ。悪いことは言わねえ。やめとけ。難しいことはよくわかんねえけどさ、とりあえずなってみなきゃわかんねえだろ。お前、人の話聞いてたか？おい、そこの厨房、やっぱりこないだのクソガキ。知り合いか？ああ、こないだのあの頭の赤いバカがホームレスのおじさん殴ってたから追い払ってやったんだ。腕ひねり上げてやったら泣きべそかいてたぜ。お前、そこら中でそんなことしてるのか？おい、チューバー、この前はよくもやってくれたな。やめときな。今度は腕へし折るぜ。クソガキが、ぶっ殺してやるよ。ジュン、下がってろ。おい、お前まさか。おっとっと、たけん、どうなってんだ。おい、てめえ、邪魔すんじゃねえよ。こいつも一緒にやっちまおうぜ。
やれやれ、世話の焼けるガキだ。やらせてもらう。起きろ。あれ、もしかして俺気絶してたぞ。どうなってんだよ。ゲーセンでもそんなことあったよな。俺ダメなんだ。ダメ？刃物、あれ見ると頭ん中が真っ白になっちまう。なんだそりゃ、刃物恐怖症みたいなもんか。気絶するとは相当重症だな。昔刃物で大怪我でもしたか。いや怪我っつうか、昔親父がコレクションしてるナイフを勝手にいじったことがあってさ、危ないから絶対に触るなって言われてたんだけど、あの頃はナイフとか憧れてたから。それでそこにちょうど親父が仕事から帰ってきて見つかっちまってよ。大激怒。俺もカチンと来ていろいろ反論したんだ。そしたら親父、俺の腕を持ってナイフを当てて。まさか切ったのか。うん、ちょっと血が出るくらいだけど。わかったか。刃物は人を傷つける。使いようによっては相手を殺してしまいかねない。もう二度と触ろうだなんて思うな。いいか。それで刃物恐怖症に。教育のつもりなんだろうが、やりすぎだな。だよな。あのクソ親父、仕事ばっかしてるからちょっと頭のネジが外れちまってんだ。でもまあ、後で俺が刃物恐怖症になったことを知った時は、やりすぎたすまんって謝ってたけど。そうか。なあ、刃物がダメでもヤクザになれるかな。いや、相手がドス出した途端に気絶してたんじゃ話にならねえだろう。はあ、そうだよな。ヤクザになるならドスくらい扱えるようにならないとだよな。さっきみたいになったらアウトだし、おっさんに助けてもらってばかりだし、情けねえ。あれ、落ち込んでねえで行くぞ。母ちゃんの行方探すんだろ。ああ、そっちだな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
よう、桃子ちゃん。あら、カイトさんじゃない。お久しぶり。そっちの子は？息子のジュンだ。え、息子？カイトさん、あなたいつの間に。いや、違うんだ。いろいろと複雑な事情があってね。ミキコちゃんが生きてる？本当に？まだ確証はねえ。だが、カムロ町でよく似た女性が目撃されたらしいんだ。桃子ちゃん、ミキコと働いていた時仲良くしてたろ？なんか心当たりねえかなと思ってよ。2年前、自殺する前に相談とかされてなかった？特にされたことなかったけど、ただ真帆ちゃんのことはずっと引きずってたみたいだったわ。真帆ちゃんのこと？あれ？知らないの？あれは確か13、4年くらい前のことだったかな。ミキコちゃんの妹の真帆ちゃん亡くなったのよ。なんだって？真帆ちゃんが？嘘だろ。死因は？それが普通の死に方じゃなかったの。放火されたんだよ。殺されたみたいなもんだよ。放火？なんだよそれ。ご両親もその放火で亡くなっちゃってね。ひどい話だよ。あんまりだよね。ミキコちゃんもすごく落ち込んでてね。真帆ちゃんが唯一血のつながった肉親だったから。当時のミキコちゃん落ち込んだり荒れたりで大変だったのよ。犯人を見つけたら絶対に殺してやるとか言って、そうやって怒ってないとダメになっちゃうような感じで。犯人は見つかったのか？ええ、真帆ちゃんを狙ってたストーカーの仕業だったみたい。放火の後、自分も首吊って死んだんだってさ。勝手に死にやがったのか。やりきりねえじゃねえか。うん、当時のミキコちゃんの打ち込みよったら見てられなかったよ。真帆ちゃんのことはもちろんだけど、ご両親も大恩人でしょ。身寄りのなかったミキコちゃんたちを引き取って育ててくれた人たちだから。それなのに怒りの矛先を向ける犯人も勝手に死んじゃってさ。おい、ジュン、知ってたか？うん、一応。俺まだ生まれたばかりだったから覚えてないけど。そうか。なあ、大丈夫か？ああ、心配だね。調査を続けるぞ。そうか。他に母ちゃんが行きそうな場所ってないか？ねえ、あそこは行ったの？ほら、二人の思い出の場所があったでしょ。ん？どこのことだ？とぼけないでよ。カムロシアター、ミキコちゃんから当時聞いてたんだから。あれ、当時は違う名前だったかしら。ああ、おばちゃん、そこ何の場所だ？カイトさんがミキコちゃんに告白した場所よ。おっ、マジで？一緒に映画見た後、下の喫茶店で告白したんだっけ。だがよ、桃子ちゃん、あそこリニューアルされて結構変わっちまったぞ。当時の喫茶店ももうねえし。でも思い出の場所であることには変わりないでしょ。今さらミキコがそんな場所に行くか。当時すごく喜んでたみたいだし、カムロ町に来たらふと思い出の場所を見に行きたくなっちゃうかもよ。そうか。
なあ、手がかりねえし、とりあえず行ってみないか。まあ、それもそうだな。どうすんだ。まあとりあえず中で聞き込みだな。と言ってもミキコがカムロ町で目撃されたのは1ヶ月くらい前だ。今いる客に聞いたところで目撃証言を得られる可能性は低い。だったらどうするんだよ。今いる客に聞いて意味がねえなら1ヶ月前からこの場にいそうな奴らに聞いてみるのさ。そんな都合のいいやついるか。とりあえず探すぞ。行こうぜカイドウのおっさん。なんでござるか。いや、人を探しててな。この女性なんだが。拙者は最近毎日ここで瞑想をしているが、見かけたことはないでござるな。もっとも、瞑想をしているときは目を閉じているので、見ようがないでござるがな。そうか。あのカフェのカウンターにいる綺麗な女性店員は週5シフトでバイトをしているでござる。あ、なんだって。つまり人探しをするならば彼女を当たると良いでござるよ。
なるほど、そうか。彼女は拙者が最初に見つけたのでござる。ナンパは控えるでござるよ。あんたもしかして毎日瞑想に来てるのって。ニンニン。なあ頑張れよ。いや、拙者は最近毎日ここで瞑想をしている。もっとも瞑想をしているときは目を閉じているので見ようがないでござるがな。そうか。下のカフェのカウンターにいる綺麗な女性店員は週5シフトでバイトをしているでござる。なんだって？つまり人探しをするならば彼女を当たると良いでござるよ。なるほど、そうか。彼女は拙者が最初に見つけたのでござる。ナンパは控えるでござるよ。あんたもしかして毎日瞑想に来てるのって。ニンニン。なあ頑張れよ。バイトの給料入ったし。あんたらちょっといいか。何です？ちょっと人を探しててな。ここ一月くらいの間にこの女性を見なかったか？綺麗な人ですね。でもちょっとわからないな。俺もいつもここでタバコ吸ってますけど見てないですね。そうか。お兄さん、なんならそこのカフェの店員さんに聞いたら、いつもカウンターにいるし、あそこからならホールを通る人も見えるし、見てるかもしれませんよ。そっか、サンキュな。あちょっといいか。この女性を探してるんだが。誰でしょう？俺の母ちゃんだ。行方不明なんだ。そうなんですか。1ヶ月くらい前にカムロ町で目撃談があったんだ。カムロシアターに来る可能性があってな。見てないか？ちょっとわからないですね。そうか。あ、でもあの人ならわかるかも。誰だ？カムロシアターでずっと働いている掃除のおばちゃんです。お客さんの顔とかを覚えるの得意なすごい人で。へえ。その掃除のおばちゃん今どこに？さっき屋上に向かうのを見ましたよ。屋上か。わかった、ありがとな。